時々はズバリやめ時です。おい、来た。チェリーから、7ゲームです。本日のコンセプトが諦めないという、はい、勝利の7か条。あ、ほら17ゲームギリできた。ギリギリ諦めてないからこその移動ですね。これはこれ行こうかな。これおい戻した。84。納得の移動、納得の移動でございます。アロー、はい、はい、さあおいビッグピキーンって来い。はい、あー普通ノーマル順調。やっぱいい状態の時はビッグがずっと来るもんね。よーしヨーソロー、サンサーベルト。このビッグ終わったらご飯行きましょう。行きません。浪川さん、時々熱くなったら負けですよ、経験上、この6年間の経験上。さあ、というわけでございまして、近くにあるお蕎麦屋さん行ってきましてね、はっきり言ってこの50年間で100食以上僕鴨南そば食べてきましたけれども、大好物なんで一番美味しかったです。びっくりしました。思わず写真撮っちゃいましたね。え、さあ果たして浪川博士はどんな感じになってるんでしょうか。ひょっとしたらもう諦めていなくなってるんじゃないか説もあるんですけれども、さあホールの方入っていきましょう。どうだどうだ、レーンしてるといいね。レーンしてるといい。おー来た、光ってる、光ってます、光ってます、ほら光ってます。おー一箱出てます、すごい博士、はい、やったじゃないですか、やったじゃないですか。いない方がいいわ。うん、いや俺予想してたの。何ですか。もう諦めていないか、はい、1箱出てるか。あーもう1箱じゃねえじゃん、 1.5 箱じゃん。すごいやりましたね。投資いくらになった。投資1000枚です。あー1000枚ね、約2万円ということで、よかったよかった、おめでとう。おはようございます。はい、ちょっとレーン始まったらもうにやけちゃってさー。あー楽しいよ。もう僕ご飯行きませんから、僕はもう掘られる矢なんで打ち続けますからとか言ってさ、怒ってたのにさ、ちょっと出るとニコニコしてんだよね、かわいいね。というわけで美味しいカモナン食べた後は僕のレンちゃんの継続でございます。よし早かったね。337拍子のあと落ちやすいみたいなこと言ってたけど全然違いますから、そんなことないですから、3G でございます。ピックでお願いしたい。よし、ありがとうありがとう。おっ 1G であるよ、超ドキドキあるよ。いやまあないか、いきます、321、はい、あー残念残念だけど、まあまあ十分嬉しいです、ありがとう。あれ、あ、しまった、1ゲーム連だった、忘れてた、忘れてました。違うよね、超ドキ超、いや分かんない、いいや、いいよいいよ、ありがとう、ラッキーラッキーボーイラッキーボーイ。あ、ドキドキモード、なるほど、超ドキドキじゃなくてドキドキモード以上が確定だそうです。終了。さあまだまだ続きますよ、この台もシャキン
行こうぜ。頼むよ。おい、一時でございます。一時連でございます。ビッグで、よし、ありがとう。ビッグリー最高。一時連確定、一時連確定でございます。よし、さあ皆さん、お待たせしました。かなちゃんランプ点灯の瞬間をお見せいたします。はい、はい、来た、やったやった、ということでありがとうございます。一時入れゲットだ、セット。はい、普通、はい、いいでしょう。お、戻した。左、高瀬、はい、上がってますよ、上がってます。何を根拠に。いや、本当の、本当に言うと、はい、6回目で上がったんだよね。そうですね、6回目ですね。そうでしょ。その後って1回目か2回目で俺は上がりやすいんですよ。さあ、奥さんの終わんないでしょうよ、80% だもん。頑張れ。上がった、よし、よしよしよし。僕が勝ってるから素直に祝福できます。いや、奥さんの終わるわけないもん。うん、いやいや、そりゃそうよね、博士。はい、いや、そりゃそうよ。いやいや、見てます、見てます。いや、見てるだろう。いや、見てます、そりゃそうよ。見てます、言われなくてもそうよ、そりゃ。ほらね、博士、ほらほらほら、間違えちゃったじゃん。ほら、わか、ね、間違えたんだ今。立花、うわ、ねえ、揃えないでドル箱に移していい、自動で揃えるから。はいはいはい、あ、いい音鳴ったね、いい音。やっぱりね、これはあるよ、これは本当にあるよ、これは本当にあるよ。ドキドキからの超ドキドキあります。いきます、下ろします。いや、今の一番熱かったよ。2分の1ぐらいで上あるかなと思った。いやー、まあいいでしょう、はい、言ってもまだ8連だからね、これね。上がった、なんかいい音、普通だった。まあいいでしょう、2010枚と、よし、セット完了してる、終わってほしくない、よし、ほい、通常、これはレグかな、さすがに。おー、ビッグだった、オールビッグ、ほぼほぼオールビッグでございます。はい、11連目かな、まだ終わらない、終わらない歌、頼むよ。セット完了、よし。おい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 、よし、セット完了してるからね、セット完了してます。いや、ちょっとピンチ、ピンチになってます現状。はい、よし、ずっとビッグでございます。すごいね、すごいね、やったね、よし、もうね、ラストスパート入ってるから。ダメだ、それ以上何を望むのかね、君は。ブー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 、豚みたいな黒豚胡椒みたいな顔してブー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 文句ばっかり言ってたのがさ、今マシュマロみたいな、マカロンみたいな、アンパンマンみたいな顔になってんじゃんねえ、皆さん、いいじゃないですか。しかも32終わってもまだかたくなにこう早めに打ち分回してるっていうね。
はい、これで彼はオキドキ依存症になりました。おめでとうございます、はい、さあ12連目が終わりましたよ。2446枚、一撃でございます。セット完了、オン、よし、これで入った、大丈夫でしょう。いやー、きついかな、きついかな、よっ、ビビった、26、一周フリーズすんのかと思った、一周フリーズすんのかと思った、続いとった、私沖光ここに宣言させていただきます。連チャン終了後即やめ、はい、33ゲームでやめます。はい、決まりました。奥さん、はい、やめます。うん、いいと思います。非常にいいやめ時だと思いますよ。はい、諦めない、よし、これはでかい、これはでかい、あー、レグ来た、ついに来た、ついにレグが来てしまいました。13連目、あ、14連目か、14連目、ずっとビッグオンリーだったんですけど、いよいよレグが来たんで、もうすぐ終わるんでしょう。はい、ちょっともうセットが微妙になってる。おい、さっき遅れてたかな。よし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 、もうちょっと、さあ急ぎ始めましょう。え、待って、前回と合わせは7000倍。いやいや、そんな前回は前回でブー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 言いなさんな、ケン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 。じゃあ脅威なんですよこれ、これ追いつかれる、何言ってんですか、お互い切磋琢磨すればいいじゃないですか。 そうですね、勝ち負けじゃないっすよ、言いなさんなよ。そうだ、お、やった、うわっけー、ありがとう、一時連確定でございます。最後、おい、さあ行きましょう、3000枚でございます。3000枚超えました、一撃3000枚オーバー、3002枚とかになった、うい、3050枚オーバーでございます。最後もうセットはしません、これでもうすぐ終わると思います。冗談抜きで僕の最高48連かな、過去ドキドキは下手したらそれぐらいいっちゃうかもしれませんけれども、うい、連チャンを意図的にね、こう終わらせる力もあるんですよ僕は。これで終わったらまあ天才だと思いますが、うい、29 30、ワンチャン32ゲームがあるんだけど、ラスト32、あー来た、ワンチャン32あるんだよな、しかもレグ、あのマックスパワーじゃないですね台は現状、うん、来るなら早いビッグでお願いします。セットはしておりません、もうセットっていうのは説明が難しいんであんま細かくは言いませんが、おい、いやー、32ゲームレグが余計だったっていうパターンあるな、コイン減らしただけで終わりましたみたいな、ひょっとしたらあの32っていうのはあるかもしんないよ、初当たりかもしんないよ、天国の天井じゃなくてね、
そういうこともありますからね。さすがにこれは終わりでしょう。27ゲーム31ラスト32、ね、念のための1ゲーム、はい、結果発表、何枚だ何枚だ、3085枚とということで超納得のいく実践でございました。最終的な、獲得枚数等々はエンディングで発表させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。金沢エリアトップクラスのポテンシャルに間違いなし、出だしがそれなんですか、嘘偽りなし。結果からまずいきましょうか。はい、僕がですね、投資が1000枚ちょうど、1000枚、はい、で回収が2057枚、はい、だプラス1057枚ですね。さあ一方私沖光る投資が小5枚です。え、枚数でいうと250枚ですかね。小5枚、投資それだけ、はい、小5枚回収3193枚、つまり、約3000枚プラスということですね。いやー、待って、朝何でしたっけ、僕が3337枚、はい、僕が211枚プラスかな、トータルでしょ。そうです。だから今回で僕が4337枚、約ね、僕が3200枚ぐらいのプラスになりますね、はい、そういうことです。そういうことなんだよね、改造プロジェクトって。え、なんか前回から一気に変わりましたよね。いや、だからどうしたんですか、言ったじゃん、プロローグが終わって、はい、第1章始め、今日から始まりますよって言って、その通りになってる、まあ、自分が怖いもん。じゃその前で言ったらでも後付けでしたけどね。でも結果がその通りになってんだから、俺ってすごいなって、まあね、はい、予知能力なんじゃないかと思った。いや、僕もそう思います。最後も連終わるの言いましたよね、うん、32ワンチャンある時とない時はっきり言いましたよね。絶対ない時と可能性あるって言った。本当ですか。それは本当にそうなの。だからそれってなんでかっつうと、置き時をさ何万回転何十万回転打ってると、はい、大体のパターンが分かんの。あ、でも置き時に関してはもうそれはもうすんなり受け止められますけど。でしょ。だから浪川さんの台は、はい、もうあれでやめていいんです。あのあと出るかもしれないけど全の間レの可能性があります、はいはいはい、で僕の台ももうちょっと粘って、ポテンシャルの上下をね、はい、推測するのもありなんだけど、もろもろの全体的な状況を考えると、例えばずっと連勤してね、僕4連勤目で疲れてるとか、ここは金沢だとかいろいろ考えて新幹線の時間とか、はい、したらあそこでやめるのがベストかなっつって33ゲームでやめました。ああ、なるほど。だいいんじゃないでしょうか。良かったんじゃないでしょうか。中毒者じゃないですか。楽しかったでしょ。楽しかった。ただね、あんなんじゃないよ、既読って。あ、もっと苦痛があるって。投資5000円で終わることって年に2回ぐらいよ、俺は。それが今日来ただけだから。ちょっと待って、やばいですね。そう。だからもうそれを繰り返してるから、だから楽しいことだけじゃない。ただ、トータルすると、なんか変などうでもいい台打つんだったら、おきどきあんだけ台数あるんだったら打っていいのかなと。そうだって、今日打った一番の理由はやっぱ60台ある、うん、そうですね。このお店ね、あれよ、あの朝の挙動がまあ悪くないのと、はい、お客さんの月がね絶妙だったの。いや、そうですね、多すぎず少なすぎずで、だから立ち回れたね。だから結果往来というか、やっぱうまいなって思ったのね俺。あ、お店がですか。いやいや、俺がお店の経営の仕方がうまいからああなってるんだっけ。違う、俺の立ち回りが普段からポテンシャルに定評があるんですよ。つまり金沢エリア最大級のポテンシャル、有料ポテンシャルのお店、出来すぎ感は否めないんだけど、まあ、こういう日もあるよね、あるよねって2回言うっていう、ね、いや、もう本当ね、ご飯食べる前ね、この豚本気では多分怒ってたいや、怒ってないんだけど、僕はね、僕はもうこれずっと毎週ですよ、飲まれねえだからとか言ってたから、まあいいですよ、勝ったんでいいですわ。というわけで今回の沖光る改造プロジェクトガチスロッタへの道第8回、はい、ね、クアトロブーム金沢店さん
見事2人とも大勝利ということで幕を閉じますよ。はい、次回はまた美濃さんに26ケーズ美濃インターテイツさんお邪魔すると思いますけれども、はいはい、またここ来たいね。来たいんですこれ。もう一回僕はオキドキの、はい、僕多分ここでしかオキドキ打たないかもしれないよね。あ、なるほど。さっきも言いましたけど知ってる人がいないと無理です。多分。あ、なるほどね。この改造プロジェクトはですね、全国のね収録させていただけるホールさんを募集しております。どこでも行きます。そう、あの行った暁には必ずオープニングかエンディングで、そのエリア最大級の有料店と、最大級だから最大とは言ってない、級の有料店の可能性が高いと僕は思ってるということを必ず言いますんでね、ぜひご一行いただければなと思います。本当に思っていますからね。はい、本当にここを思ってますんで、はいはい、というわけで今回はここまで、はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。